イタリア国鉄イター600電車は、アルストムが製造する、ペンドリーノシリーズの一種で、電車方式の車体傾車式高速鉄道車両である。ペンドリーノの第三世代目として2005年より開発が行われており、ほぼ同型のイター610は、スイスドイツ乗り入れに対応した、電気方式や信号方式に対応している点で、イター600とは異なっている。また、 従来のペンドリーのシリーズに比べ旅客に対して、ブランド面での戦略から、外観のデザインや内装などが刷新され、サービス設備の改良が行われているのが特徴である。また、動力装置や機器の信頼性改善のため上調整が高められている。イター600及びイター610は、インターオペラビリティを管理する新しい規則に合致して、製造されていく。 2007年からは試験走行が開始された。編成は7両で構成されており、MMT の3両1ユニットで構成されている。M 社側に CI と主電動機が搭載され、T 社側に集電装置と主変圧器が搭載されている。1台の CI で2台の主電動機を制御する。ヨーロッパ技術使用書に規定されているアペーラビリティを満たすため、 電動車一両が故障しても運行に支障を与えないようになっている。また、編成中4台の補助電源装置のうち2台が故障しても7台のバッテリーでバックアップを行うシステムとなっている。車体傾斜機構は電気油圧システムで台車内に収められており、終電装置は台車とリンクで結ばれ傾斜時に位置は補正されている。車体は アルミダブルスキン構造で衝突時の事故でも乗客の被害を最小限に抑える構造が取り入れられており、これも TSI の基準を満たすようになっている。冷房装置はトンネル通過時の気圧変化に対応し屋上に2台搭載されている。移動体通信にはヨーロッパでは標準の GSMR、車内伝送には WLAN が採用されている。 2008年12月の冬ダイヤ改正で、ミラノボローニャ間の高速新線が開業すると、イター600が投入され運行が開始された。それまで、速達サービスを担っていた、イター485と共にフレキハージェントという、公式の愛称が与えられ、最高速度時速 300km で、最速達列車であるユーロスター、イタリアアアルタ・バロッサタに投入されているイター500。 フレテラスサと共に運用されている。また、中国鉄路高速の CRH5 はこの車両を、ベースに車幅を拡張して5列座席としたものである。線路は続くよ。どこまでも欧州自由化を進める3人に聞く。朝日新聞グローブ世界の高速鉄道イタリア、イター500トペンドリーの編136ページ佐藤、吉彦著鉄道ファン2007年12月号。ありがとうございます。